ただは鈴が。それは店長の私物です。カラコロ工房で作ったと言ってました。私はこの店に合わないと思うんですけど。すみません。はい、何にいたしますか？娘がイチゴやブルーベリーのタルトが食べたいって言っとるんだけど、ありませんか？ごめんなさい、ベリー系のタルトは置いてないんです。あ、ほんならいいわ。欲しいよ、お前。5年前ですね。5年前？はい、店長が開発中だと言ってました。店を任せてすまなかったね。いらっしゃい。ジュンさん、初めて来店のお客さんよ。そうなんだ、ありがとう。僕たち来月結婚するんです。あ、私に同学は彼女のアシストで店を持てたんです。私に同学は私に同学どうしたんですか？そうですけど、いきなり何ですか？それは、知りません。あ、あれ、材料の注文をする時間だ。ゆうかちゃん、あとは頼んだね。ジュンさんに用事があって訪ねてきたんですか？ジュンさんにおかしなことをしたら私許しませんよ。もう帰ってください。あ、就问了两句，你这样也不爽。何かお探しですか？はい、工房なのでいろんなものが作れます。和菓子、勾玉、アクセサリー、ステンドグラス、お香、陶器、オリジナルソープ。さあ、覚えていませんね。
その人って恋人ですか？文通って手紙をやり取りする文通ですか？ちょっとロマンチックですね。没事，我证明妈这个应该要喜欢妻子吧。ちょっと気持ち悪いかも。相手の女性はここに来ちょったんですか？うん。どうぞ。粉色油桶。啊，被投保遮住了，怎么又有人拍照，然后脸被投保遮住了？店長の趣味が写真なんです。松江の初雪の日の風景を写したものです。これが去年、2年前、3年前、4年前。いいですよ。あ！怎么了？パソコンにデータがあるので、探してプリントアウトします。データを印刷してもらってくるので、ちょっと待っちゃってください。15年前の档案还在哦。電脑都不知道爆炸几次了。お待たせしました。これがさっきの写真です。找店长吧。あなたですか。僕は話すことはありません。まだ先かな。そうだな。でも。再吃一片。僕に話って何ですか？用事がないなら帰りますよ。そういう名前のクラスメートはいません。あなたは愉快な人のようだけど、少し不愉快ですね。そうだったら何だと言うんですか？僕はデブじゃありません。追问小胖。
ええ、そうですよ。確かに僕は太ってました。このスタジオで痩せたんです。いりません。それが真実です。もちろんそれもありますよ。いりません。何のことだ。要给他看那个。哦，给他看十五年前的照片。そんなもの。哦。写真が。よくあ、じゃあ、そろそろ。靠腰错了、这也不是。そ、じゃあ。もういいだろ。这也太扯了吧。それは。そんな昔の話、もう忘れました。何ですか、いきなり。話は終わりですか。はあ、どうぞ。さすが。はい、当たっています。それは捨てられなくて。一方面可是，再来。
これは話は終わりで。話。哎呦，竟然这也是。違います。僕が好きなのは優香だけです。彼女と出会って心から変わりたいと思った。強くなって彼女と一緒に暮らしていきたいんだ。え？ランプは処分します。日ごとに寒くなりますね。今日は松江で初めて雪が降りました。最近私は元気がありませんでした。そんな日、僕は元気のない彼女をカラコロ工房に誘ったんです。彼女に元気になってもらいたかった。デブ君、何をやっても器用なんだね。そんなことないよ。だってケーキ作りだって上手じゃない。将来パティシエになりたいんだ。いいと思う。絶対になって。あら、降ってきたわね。これって初雪だね。綺麗。ある国の言い伝えで、初雪の降った日に好きな人といると恋が叶うというのがあるのよ。そんな、僕。素敵な話ですね。店を出た時、店長が初雪の写真を撮っていたんです。偶然僕たちが写ったんだと思います。僕は彼女と一緒に帰りました。楽しくて、このまま時間が止まってほしかった。でも運命は残酷です。はあ？信号待ちをしていると、は？通りの向こうにクラスメートがいたんです。ビッチというおしゃべりな女子でした。僕、いつもと違う道で帰る。デブ君、ビッチと彼女の間には確執があったんです。噂になるのが怖くて、僕は逃げてしまった。ずっと、あの日のことを引きずってました。だから、変わりたかった。でも、チョコポテチを食べてしまった。これは、僕がデブです。ビッチが通りの向こうにいなかったら、いいえ、ビッチは主婦ですよ。あ、なの主婦。違います。いや、それは、
は。彼女はいません。いつの間にか消えてしまったんです。記憶があやふやで、僕たち UFO を見たんです。高3の春にクラスメートで出雲大社や日の岬灯台に行ったんです。あの帰り、僕たちは UFO に捕まったんです。あの後から記憶があやふやで、何かの実験をさせられたのかもしれません。我靠，每人都下班就你爸也最扯。出雲さんのメノは宇宙人との通信装置だと言われているんです。彼女は月に帰ったのかもしれません。彼女のことはもう忘れました。放っておいてください。そうですね。冷やかしで来店するのはやめてください。ケーキを買ってくれないなら出禁にしますよ。又来。チョコレートケーキ2つでいいですね。いや、マジか。ありがとうございます。我靠，日本人。怎么办？松江站。啊，这不是上次就买过了吗？上次就买了钥匙圈，不是吗？哦，这里。OK， 我们可以回家了。好吃吗？ありがとう。気が利くんですね。ここのケーキ大人気なんですよ。お客さん意外と優しいんですね。今日は綺麗な月が出ちゃいますよ。夜の散歩でもしてきなったら。そうですよ。幽霊の正体を突き止めるなら夜じゃないですか。じゃあ私たちはこれで。ケーキ美味しかったわ。没啦。现在怎么办？找鬼吗？哎呦，穿的真随性，这是什么新东西？